はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はドアを開ける短いゲーム続きをやっていきたいと思います。さて、よいしょ。とりあえずこの先まだ行ってなかったと思いますので行ってみましょうか。こっちからは行った。この先ひときわ高い紫のビルはどれどれだろう。はあはあ、どっから、あー、こっからか。あれ、なんか喋れるようになってない。話す。あれ、これはでも聞いたセリフか。ごめん、セリフは一緒だった。ここわあ、同じルート。これで先に何もなかったらどうしよう。あれ、こっち来たことないよね。ちょっと待ってよ。先は、あれ、階段がある。ちょっと待って、先に下側から行ってみようか。この下ってどうだっけ、行ったことある。なんか待って、ルートが多岐にわたっていてどこへ行ったらいいのか。怖い怖い怖い。こっちまだ先がありそうだな。一回戻って、あの上どうやって行く？道がないね。一回戻って、ちょっと途中の上り階段を登ってみよう。二箇所あったね。じゃあ先にまずこの最初の上り階段。怖い怖い怖い。あ、これだけの空間だった。調べる。挑戦のディライト430以上で見出す。はい、金脈を見つけた。え、ここか。いや違うよね、ひときわ高いビルって言っとったけどまだ高いとこあるよね。別に踏み出すところじゃなさそうだな。怖い怖い怖い。じゃあここは、ここもまだ行ってないよね。あそこどうやって行くんだろう。道がない。これは
単にこれだけの場所かな。あれ、これ正解の道か。調べる。探求の時代度600以上で見出す。あ、普通に戻ってこれる。この先は何じゃ。ちゃうちゃうちゃう。あ、猫の像だ。調べる。朝鮮の時代と500以上で見出す。うん。今プラス3になってますね。猫の像のおかげで。降りるか。怖い怖い怖い。これとりあえず、あー、ちゃうんです。とりあえず普通に戻るしかないよね。あそこが謎だな。あの左下のとこ行く道ないもんね。じゃあとりあえず先に進みますか。よいしょ。でそっちは行った。途中の道も行った。あ、行ったよね。あ、これはこっち来てないよね。そこまでは来てるのか。あ、ここにも旗がある。助かる。調べる。探求のディライト650以上で見出す。うん。問題はあっちとかも落ちるしか行き場がなくない？はてな。ルートがなくない？まあじゃあちょっと行ってみる？戻ってこれるし。登り道はなさそうだね。あれ？でも待って。隙間空いてない？隙間空いてるね。これいける？いけるのか。これくらいだったら。調べる。朝鮮のディライト600以上で見出す。とはいえ、でまあルート的には下に降りてもいいのか。うん。でじゃあさらに上に行ってみよう。まだ広場のところでさ、行ってない場所あるんだよね。調べる。わあ、開けられない。
開けられない、先がなかった。待って、他に行くとこあった？多分全部見たよね。途中の道も多分全部見た。と思う。こっちなんだっけ？あ、これは猫の像の下か。ここはなんだ？適当に飛んでるけど。あ、これここね。どうしようかな。そうか、こっちにも、こっちにも黄金のドアがあり、みんなが並んでる方があっちの黄金のドア。さあ、どうしよう。道がなくなったぞ。一緒だよね、セリフは。話す。あ、セリフが変わってる。兄ちゃん、兄貴から情報を買ったんだな。高い買い物だっただろうに、よほどの覚悟があるんだな。うちは兄弟が多くてお金がいるんだ。兄貴はああやって俺たち兄弟のためにお金を稼いでくれてる。兄貴はそういうやつなんだ。ちょっと怪しい雰囲気だったかもしれないけど、情報の質は保証するぜ、兄ちゃん。待ってよ。そっちは多分全部回った。で、高架下通って向こう側も多分回ったと思う。はて待って、行く場所がなくなったけど。一回戻ってみるか。戻って。さらに戻って、ちょっと広場に戻ろう。いやー、広場久しぶり。ちょっと広場回ったら終わりにしようかな、今日は。待って、行ってないとこがね、あるんだ。ここはいいとして、隣の木のとこは行った。あ、今順番に見てっか。なんか開放してないところあった気がする。この木のとこの、おっとっと、花畑。バリバリくれるよね、ここ。ちょっと久しぶりに来ると。あ、で、ここの真ん中のとこ多分もう開放できる。調べる。親愛のディライト900以上で見出す。花畑。おお。
数字の上がり方えぐいもんね。うん、今現状ディライト不足はどれもないかな。ここは全部解放した。ここは資金不足はなかったと思う。で、掲示板は見た。掲示板は見た。で、隣。隣は、ここは来たドア。多分、これが来たドア。で、ここ一周したら今日は終わっておくよ。でも行く場所なくなったからここで何かするのではないか。まだ行ってない場所って他にあったっけ。よいしょ。ここも一箇所なんかね、開けてなかった。そこだね。で、これ、調べる。挑戦のディライト1000以上で見出す。金脈。今ね、私はプラス3になってますからね。よいしょ。そしたらば、この隣かな？いや、ここは行ったか。ここはね、確か空中庭園とかあるところ。なんか空中庭園どうだったっけ。行ってないところは多分、あ、取れてない宝箱はあったかも。で、全然手をつけてないところがここか。よいしょ。ここだ。横の、ここは横は何にもない。下になんかある。猫の足跡があるんだけど。あ、下に猫がいるけど、ちょっと待ってよ。とりあえずここ旗が。調べる。探求のディライト600以上で見出す。よし。で、向こうにある。その他に何かある。2つなんかある。まずこっちからつけてみるか。調べる。親愛のディライト700以上で見出す。え、橋ができたがどこだ。そっちか。もう一箇所も橋をかけておこう。調べる。親愛のディライト800以上で見出す。あ、ここに橋が。そして、
向こうは特にないね。この宝箱のコーナーへ。やったー、ハートめっちゃくれる。やったね。うん、よいしょ。お金今プラス3ですからね。よいしょ。これで相当な数が集まったよ。ここはでもこれだけの空間かな。他に何もないね。無限の空間が広がっているだけ。よし、じゃあ戻りまして、あったー、あー、どっからじゃい。どこだどこだ。一回真ん中戻るか。でさっき旗立てたもんね。ここか。あ、ここだね。でどこに道ができた。あ、猫のとこちゃんと段差がある。ちょっと待って、上のまず道から見ていくか。どこに道が、ん、そっちか。あれ、なんかこれ先が長くない。あの、あー、操作が。調べる。朝鮮の時代と800以上で見出す。はい、これで、うん、紙飛行機を有効活用できていない気がする。こんな感じか。猫さんと喋ったら今日は終わりにしておこう。この先何がある。え、ちょっと、この先の探索も含めて、ちょっと猫さんと話した後にしよう。あっ、つつつつ、あ、ここ隙間があるのか。危ない、落ちればいいやって一瞬思ったけど。猫、このここの下だね、普通に。猫、へへ。あれ、ちょっと動けない。あ、そっか、猫も障害物として扱われている。よし、じゃあ、この先の扉いけるっぽいかな。開けてみるか。開けるとこまでやる。開けれるのかどうか調べる。あ、ダメなんだ。持っている限りはこのドアを開けられなさそうだ。わかった開けられない。で、ここ右手側まだ先があるっぽいので次回にしますか。右手側に行っても何もなかったらちょっと他のエリアもう一回探索してこよう。というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。人生の道に迷っております。では失礼します。